イの皆さん、こんにちは、もえもえです。やっほー。今日はこちら、じゃーん、GT レーシングさんの椅子、ゲーミングチェアを買いましたので、これから組み立てていこうと思います。買ったのはこちらですね、 GT002 ブルーを買いました。なのでちょっと結構ね、 Amazon レビューで組み立てが大変みたいなレビューもあるので、ちょっと一人で私が組み立てられるのかなっていう不安もあるんですけど、そう、一部始終を皆さんにお送りしたいと思います。じゃあここからはちょっとタイムラプス的な何かで、ちょっと早巻きでいきます。レッツラゴー。組み立てた。ああ、完成しました。うん。うん。あ、すごい。すごいですね。全然違います。そりゃそうか。あ、これが一番上なのね。あ、結構ちょっとなんだな。うん。ちゃんと浮き沈みもするし。あ、ここはあれなんですね、高さが変えられるんですね。ほうほうほう。ああ、なるほどね。まあ、組み立て自体はまあ普通のね、こういう椅子の組み立てとそんなに変わらないんですけど、まあ足つけてとか背もたれつけてとか、まあ普通の椅子買った時もまあ、これぐらいの工程ではあるんだけど、ちょっとネジがね、こううまく入らなかったりとか、そう、ネジがこうはまる瞬間みたいな、このあ入ったみたいな、その瞬間がね、ちょっとなかなか見つけ出すことが難しかったなっていうのと、あとはこの椅子自体が重いくて、段ボールすごい大きかったんだけど、もうその頃からもうちょっと玄関から運ぶのもちょっと一苦労だったんですけど、このね、こう最後にこの椅子をこのキャスターのね、この何軸にこうガチャンって乗っけるのがもうちょっと大変だったかな。やっぱり女性、私普段運動全然してないし、ちょっと手足ひょろひょろなんですけど、ちょっとね、疲れはしますけど、まあ1時間ぐらいかな、1時間ちょっとかな、そんなかかってないかな、1時間くらいですね、頑張りました。いやー、でもこれだけでもうこれからのね、PC ゲーム生活がちょっと快適なものとなると思うとちょっと嬉しいですね。わっびっくりした。結構バッてくるんやな、お前。うん、どこまで行くのこれ。あ、結構、あ、結構行くね、結構行きますね。あ、そうゆっくりね。はい、ということで楽しみですね。
じゃあ今回は、GT レーシングさんの GT002 購入してみました。これからの配信はちょっとこの椅子を愛用していこうかなと思います。青が良かったんだよね私決め手は青ですね。うわちょっとどんな感じになるかなちょっと楽しみなんだ。これでこれからゲームしていきたいと思います。ほんじゃあ最後まで見てくれてありがとうございました。よかったらチャンネル登録、いいね、高評価よろしくお願いします。とツイッターもやってますので、動画概要欄からツイッターの、方にも飛んでください。いろいろ写真とか載せてますのでよろしくお願いします。ほんじゃあバハハイ、はい。